フルクトース、または、加糖は、糖の一種であり、単糖の一つで、三文字表記はフルーである。水溶性の白色の結晶であり、すべての糖の中で最も多く、水に溶ける。フルクトースは、蜂蜜、木になる果実、ベリー類、メロン、ある種の根菜に多量に含まれている。毎年24万トンの結晶フルクトースが、合成されている。 フルクトースの平行フルクトースの D および L 異性体。1847年、フランスのオギュスタン・ピエール・デュブリュンフォーが、初めてフルクトース分子を、有機化学的に発見した。フルクトースは6炭素のポリヒドロキシケトンである。グルコースの異性体であり、化学式は、グルコースと同じ C6H12O6 であるが、構造が異なる。結晶性フルクトースは、 ヘミケタールの安定性と分子内水素結合のため、6因間構造をとる。この構造は、形式的に D フルクトピラノースと呼ばれる。摂取40度の水溶液中では、ベータフルクトピラノース、ベータフルクトフラノース、アルファフルクトフラノース及び少量の作上構造を含む、その他の構造との間で化学平衡の状態にある。アルコール発酵フルクトースは、 酵母及びバクテリアによってアルコール発酵される。酵母の酵素がフルクトースをエタノールと二酸化炭素に変換する。発酵により発生した二酸化炭素は発酵質が開封されない限り水に溶け込み続け、炭酸との間で化学平行となる。溶存した二酸化炭素と炭酸により炭酸発酵飲料となる。メイラード反応フルクトースは アミノ酸により、メーラード反応を受け、非酵素的に褐色化する。フルクトースはグルコースよりも、快感構造での存在が大きいため、グルコースよりも、迅速に、メーラード反応の初反応が起こる。フルクトースはグルコースに比べ、約10倍も糖化反応に使われやすい。従って、フルクトースはケーキを焼く時の角の褐色化や体積と、柔軟性の減少を及び、 変異現物質の形成など、食品の美味しさ並びに、その他栄養学的影響の変化に寄与している可能性がある。脱水フルクトースは、容易に脱水し、ヒドロキシメチルフルフラールを与える。この機構は今後、ガソリンや、軽油の代替燃料として、低コストなカーボンニュートラル系の一部となる可能性を、持っている。任意に、ケトン元があり、 還元性がなさそうに見えるが、塩基性水溶液中では、ロブリー・ドブリュインファン・エッケンシュタイン定義による異性化により、アルドースに変化し銀鏡反応、フェーリング反応を示す。中性、酸性化では酸化剤と反応しない。D 体、L 体の光学異性体が考えられるが、生物には D 体のものしか存在しない。作常構造の D フルクトースの C2 のケトン元は、 C5 もしくは C6 のヒドロキシモと容易に分離しないヘミアセタールを形成し、環状構造に変化する。環状構造の形成に伴い、C に炭素の不正化が起こり、α、β 生体が生成する。その結果、D 体のフルクトースの環状構造には、C5 で環状化または C6 で環状化と、α 型または β 型の組み合わせにより、の。 計4種類の構造が存在することになる。水溶液中では、これらは砂上構造を経由して相互に変換する。すなわち、水溶液では砂上構造を含め、計5種類の構造の平衡混合物となる。フルクトースが低温でより甘くなると言われるのは、このうち、最も甘みの濃いベータ。d。フルクトフラノースの平行時での割合が低温では高く。 高温では低くなるためである。糖と甘味料の相対的な甘さフルクトースが商業的に食品や飲料に使われる主な理由はそのコストの低さと相対的に強い甘さである。フルクトースは天然に存在する糖の中では最も甘くスクロースの1.73倍甘いとされている。その甘さはピラノース型のものでありフラノース型のものは 砂糖と同程度の甘さである。フルクトースは温めるとフラノース型が形成される。フルクトースは高温ではスクロースの60%の甘味度しかなく、摂氏40度以下でないと砂糖よりも甘くならないので、フルクトースの甘さは温度によって大きく左右される。フルクトースを含む果物や添加糖は冷やすと甘みが強くなる。フルクトースの甘さは、 スクロースやデキストロースよりも早く知覚され、味の感覚はスクロースに比べより、早くより強いピークに達し、早く減衰する。フルクトースは、他の風味を強めることもできる。フルクトースとグルコースは、抹消受容体のみならず、脳への影響レベルも異なり、食欲に対する影響も異なる。フルクトースは、満腹に関連するホルモンのピークが低く、 満腹感を与えにくいことが推測された。砂糖スクロースは、グルコースとフルクトースが結合した糖であり、二糖類の一種である。無色結晶、甘みを有する、水に溶けるという二糖類共通の性質を持つ。加水分解すると、グルコースとフルクトースを生ずる。スクロースは、象徴壁に存在する消化酵素、サッカラーゼにより、グルコースとフルクトースに、 加水分解され、小腸で吸収されて血流に入る。この反応は短時間で起こるため、グルコースが血糖値を急激に上昇させる。添加糖添加とは、酸、または酵素によって、スクロースをフルクトースおよびグルコースに加水分解した甘味料である。同量の砂糖よりも甘いため、糖を添加させることによって、砂糖の量を控えることが可能である。 異性化糖異性化糖とは、デンプンを酵素または酸により加水分解して得られる。主として、ドウ糖からなる糖液を酵素またはアルカリにより、異性化した化糖または、ドウ糖を主成分とする糖を言う。デンプンは、葡糖から構成されているが、ドウ糖をより甘みの強い化糖に異性化させる、ことによって、甘みをより強めることができる。 トウモロコシやジャガイモ、あるいはサツマイモなどのデンプンを、酵素にて透過させた後、含まれる、ブドウ糖の一部を別の酵素にて、過藤に異性化させたものである。フルクトースは、グルコースに比べ快感率が高く、生体への毒性はグルコースよりも、はるかに高い。この毒性を早く消す目的で、肝臓はグルコースよりもフルクトースを、優先的に処理する。フルクトースは、 小腸から吸収されると、一定量までは速やかに小腸で、グルコースに変換されて、門脈に入る。グルコースに変換されなかったフルクトースは、門脈から肝臓に達し、肝細胞に入ると、グルコースよりも、速やかに、フルクトキナーゼにより、リン酸化されて、フルクトースマイナス1リン酸を生成し、フルクトースマイナス1、6ミスリン酸を経て、解凍系に入り、 ピルビン酸を生成する。大量のフルクトースの摂取は、ピルビン酸の処理が追いつかず多量の乳酸を生じ、乳酸アシドーシスを発症する場合がある。多量のフルクトースの摂取は、ピルビン酸を脱炭酸して、多量のアセチル COA を生じ、脂肪酸の合成に利用され、中性脂肪の生成を促進する。慢性的な中性脂肪の生成は、 コートリグリセリド血症をきたす。なお、空腹時には、フルクトースは、フルクトースマイナス1、6ビスリン酸を経て、糖心性に入り、66%が、グルコースに変換されると言われる。また、グルコースは、門脈を経て、肝細胞内に入るとリン酸化されて、グルコースマイナス6リン酸となり、細胞内に止まることが可能となり、必要に応じて、 肝臓のグルコースマイナス6ホスファターゼにより、リン酸が脱離されて、再びグルコースになり、細胞膜中を輸送されて、肝脂脈に放出される。これは、グルコースの代謝量を調節するために重要であるが、フルクトースには、このような調節機構がないことにより、速やかに、隠し代謝が進行する。ありがとうございます。